新ントは日本の実業家、元松田副社長、元 J リーグサンフレッチェ広島社長。松田入社後はロータリーエンジン開発などに関わっている。1985年、松田単独出資のアメリカ生産会社、松田モーターマニュファクチャリング USA コーポレーションの準備室長からニューク初代社長に就任。 創業開始1年前の1986年秋に、渡米。アメリカに進出した日本メーカーで唯一、激しい闘争で知られる全米自動車労組と労働協約を結び、労使協調の生産を目指すが、松田式生産手法を定着させることは、混乱を極め、生産量は低迷した。1990年に帰国、その後は松田副社長に就任。 1995年6月から古田特賞の後を受けサンフレッチ広島社長に就任。J リーグバブルが弾け経営的に苦しんでいたが、母体の松沢当初 J リーグ参加を見送っていた経緯があるため、スタートから親企業からの赤字補填は望めなかった。1997年11月30日、球団経営のスリム化を発表。 選手年俸の大幅減額や主力流出を決行した。1998年6月、公認の社長に久保正隆が就任し、新党はクラブを後にした。当時は、広島サポーターの選手残留を訴える署名や、抗議活動が激しく、新富士に対する風当たりも厳しかった。しかし、他クラブに先駆けてスリム化を行ったことで、クラブ消滅の危機を救い、 クラブも J リーグバブルの後厳しい経営をしていたタメスリム化を決行しやすくなったとして一定の評価をされている。久保も主力の遺跡や年俸の削減がなければ経営はもっと深刻なものになったはずと評している。2017から2018年度12月期大戦7 7 4で会記録広島中央ロータリークラブ。 2017年12月4日、2020年4月8日、閲覧。ありがとうございます。